どうもノーネームボーイズです。よろしくお願いします。ところでシュラ君、前回の動画が評判良かったらしいぞ。そうなのか。俺は全く実感が湧いてこないが、動画の視聴数もいまいちだったと聞いているが。動画の視聴数はあんまりだが、コアもコア、ハードコアなファンがいるんだよ、世の中には。世の中わからんもんだな。まああだこうだ言っておりますが、始めていきたいと思います。ありがとうございます。今お客さんからダース・ベイダーのマスクをもらいました。こんなのはいくらあってもいいからな。ところでこの前ラディッツがある人物に会ったらしいんだが、思い出せないらしい。またあいつか。てかお前あいつに殺されてなかったか。よくそんなやつと仲良くできるな。何言ってんだ、気のせいだろ。殺されてたらここにはいないじゃないか。ほんとシュラってユニークだな。俺が殺してやろうか。暴力反対だ、平和に行こうぜボーイ。まあいい。ラディッツはどんな人物に会ったか言ってなかったか。ラディッツが言うには、その人物はパラディ諸島という辺境の島の中にある塀に囲まれた国の中で駐屯兵団に属しており、普段は酒ばっかり飲んでいる飲んだくれの金髪のおっさんらしい。ああハンネスだな。その特徴はハンネスだ。845年の巨人の登場以来、乱れていた風紀も一掃して今は真面目に取り組んでいるみたいだが、とにかくその特徴はハンネスだな。いや俺もハンネスだと思ったんだが、その人物はいざという時に頼りになるらしい。ではハンネスではないな。ハンネスはいざという時に頼りにならない。俺に勇気がなかったからだ、という名言は有名だろう。でも頼りにはならんが、なぜか憎めない人柄の良さがあるんだよな。とにかく頼りがいがあるのであればハンネスではない。ラディッツは他に何か言ってなかったか。ラディッツが言うには、その人物は無駄飯ぐらいとか税金泥棒とか言われている組織に属しているらしい。やっぱりハンネスじゃないか。その呼び名は民衆が当時の駐屯兵団をバカにした言い方だ。先ほども言ったが、今では風紀は改善され、ハンネスもトロストックで工兵隊隊長になっているからな。とにかくその特徴はハンネスだ。いや俺もハンネスだと思ったんだが、そのキャラは小柄らしいんだ。ああではハンネスではないな。ハンネスは身長190センチ、体重88キロと実はかなり体格がいい設定だ。アントニオ猪木も190センチなので同じくらいの体格と思ったらいいな。体重は少し軽いがな。うわっ、やめろ、あ、暗黒面が、あ、どうした、大丈夫か。1、2、3、だ、痛いじゃないか、何するんだ。すまん、暗黒面の呪いだ、もう大丈夫だ。ラディッツは他に何か言ってなかったか。なんか納得いかんが、まあいい。ラディッツが言うには、そのキャラは人気がないのにキャラクター人気投票でぶっちぎりの1位を獲得したことがあるらしい。やっぱりハンネスじゃないか。ハンネスは JRA とのコラボによるキャラクター投票進撃の有馬記念で、某コイルショックのごとくネット民の誘導により総計67億4578万1070票とリヴァイやエルヴィンといった人気キャラを圧倒して1位を獲得した騒動があったからな。当の本人は、俺が有馬記念出ないのは俺に勇気がないからだ、と例の名言を使って涙ながらに辞退していたかな。ちなみに普段のハンネスはベスト20にも入らないくらいだからな。とにかくその特徴はハンネス以外考えられない。ハンネスで決まりだ。俺もハンネスで決まりだと思ったんだが、ラディッツが言うにはハンネスではないらしいんだ。それを早く言わないか。俺が闘魂注入している間どう思っていたんだ。お前もケンシロウに闘魂注入されていたと思っていたよ。それは言うな。ナッパが言うには。ナッパが、ああナッパが言うには五条勝じゃないかって。五条悟じゃなくて五条勝の方か。確かにあいつもネット民の悪ふざけで人気投票1位になったことがあったからな。いわゆる第二次コイルショックだな。